the snow's falling down. It's colder day by day. I miss you.名古屋は城で持つと言われますが、今夜ばかりはファイティングネットワークリングスで持つと言わせていただきましょう。名古屋城のお膝元、ここ愛知県体育館を舞台にセミファイナル準決勝2試合を含む計7試合をお伝えしてまいります。さあ、それではいつものように早速放送席からご紹介してまいりましょう。まず私のお隣からです。ゴング格闘技編集長の熊久保秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣です。鍵本エディタウンゼントジム代表は田中翔吾さんです。よろしくお願いします。よろしくどう。さあ、まず熊子さん、見どころを伺いますが、まあ今日はですね、セミファイナル準決勝2試合ありますから、一つずつ伺いたいと思います。まず熊子さんには反対ナイマン、これは素晴らしいカードですね。そうですね、まあ、前回の大阪大会でも、かなり殺伐とした内容になりましたよね。そうでしたね。実は今回もその殺伐とした内容になるんじゃないかと思ってるんですけども。そうですか、前回はですね、ハンがナイマンキックに3つのダウンを奪われましたでしょ。そうですね、大苦戦だったですよね。それはまさに大逆転の勝利だったわけですけども、今回はですね、僕は逆にナイマンが勝つんじゃないかと思っております。どの辺を根拠に。やはりですね、今年に入ってから そのナイマンの勢いですね、ありますね。ここに来てやっとその自分の実力をですね、発揮できるようになった、この自信がですね、やはり今日物を言うんじゃないかと思います。そうですか、分かりました。さて、そして田中さん、最後の試合第7試合では前田明対山本義久というですね、同門指定対決ありますね。そうですね、これは面白いと言いますか、なんと言ったらいいんでしょうか。田中さん、どうでしょう。というよりもですね、山本選手がですね、ここまで来るとは本当に思わなかったのでね、山本本当にお前は偉いぞという感じがしますよね。ですから、もしこの試合でね、前田選手の勝ちは動かないと思うんですよ。だけども負けたとしてもですね、3位決定戦で3位に入ってしまうということはですね、まだ山本選手もルーキーなんでね、これはもう考えられない大事件になってしまいますよね。大金星と言っていいですよね。ドールマンも破ってのここまでの進出です。これは立派です。さあ、今日はどういった試合になりますか。それでは早速7試合追いかけてまいりましょう。第1試合30分一本勝負を行います。赤コーナー175cm 85kg プロフェッショナルレスリング藤原組、田中みのる。青コーナー175cm 89.7kg リングスジャパン坂田渡る。さあ、名古屋での第1試合です。レフリーは北澤元幸さんです。非常にフレッシュな一戦になります。この第1試合、左がリングスジャパン坂田渉21歳です。愛知県の祖父江町、名古屋から車で 4,50 分のところに生まれ育ちました。
ですから地元です。そして田中実プロフェッショナルレスリング藤原組、こちらも愛知県小牧市の出身です。地元と言っていいでしょう。両選手とも関係者がかなりこのリングサイドに詰めかけています。さあそんな中の第一戦、まず蹴りを見舞ってきました坂田渡。さあ久保さん、はい、おっと左の小手坂田。前回坂田がデビューしました鶴巻信弘戦はですね、かなりあの終わってから怒られたということですね。そうですね。というのは内容、はい、お前いくつなんだ、なんでそんなどっしり構えるんだと、もっと若々しく行けと言われたそうで、今日はもう徹底的に前に出ていくというコメントをしてくれました。はい、そうですね。まあ、前回の試合はあの坂田、選手非常にあの若さが感じられなかったですよね。はい、あの若いんですから、もうガンガンとも前に出てくるようなファイトを見せてほしいですね。はいはい、今日は地元ということもありまして、友達両親が来ています。坂田渡今上になっています。そして今日の7試合のうちで一番目立つ試合をやりたいと言っていました。さあ嬉しい、最初から作戦勝ちだよね。坂田にとって一番いい攻め方しましたね。相手にプレッシャーかけて、はい、最初に顔面攻められたらやっぱりね、ちょっと余裕がなくなっちゃうんですよね。そこでまさかと思っていきなり腕ひしぎでしょう。作戦勝ちもいいと気合い勝ちですよね。なるほどね。いやー、だから気持ちいいでしょうね、こういう感じ方はね。そうでしょうね。田中は無念でしょうね、これね。今お互いにガッチリと握手を交わしました。まあ、こういった若い選手が熊子さん、はい、リングスの将来、藤原組の将来を背負って立つ、ね、格闘技全般を背負って立っていくんでしょうね、次の世代になったら。そうですね。まあ、試合前はその激しい睨みでしたけども、今2人でお辞儀してあって非常にすがすがしいですよね。はい、スポーツも素晴らしいですね。はい、そうですね。このお互いに地元である愛知県体育館で明暗がくっきりと分かれてしまいました。まあ、試合前に、ね、ずっとこの腕ひしぎは練習してましたからね。はいはい、あ、そうですか。いろんな連携からやってましたから。あー、トントガイ学習を見せました。まあ、前回もお伝えしたんですが、勝ったらきれいにこれを決めたいと言っていましたが、ね、今日は落ち着いてやりました。ドレッシングルームに引き上げていきます。第1試合は早い勝利をものにしたリングスジャパン坂田渉、今日は息のいいところを見せてくれました。タックルどうしたの？いや、小手向こうも打ってきまして、ちょうどその時に棒タックルみたいに食われたんでさ、うん、上からかぶって、うん、そのまま前から裸締めみたいな感じでやったのが、そしたら手が当てましたので、逆口しておりました。あ、本当？はい。おお、頑張った。どうもありがとうございました。地元だったんで、そう気にしないようにしてたんですけど、なんか試合前に練習してたんですけど、そしたらすごい昔の友人とか僕の学生時代の恩師とかすごいもういろいろ見に来ていただいてて、なんかいろんな励まされて、もう向こうもそれは一緒だと思うんですけど、なんか一人ですごい緊張したのが友人や家族の顔を見てすごいもう晴れましたね。でなんかリングに上がった時すごい体が軽くて、もう今日は誰が来ても勝てるなと思ったんで、はい。緊張の方は、そうですね、入場式の時とかすごい緊張してたんですけど、試合になったらもう全然なんともなかったです。相手選手が見えました。もうはっきり見えました。はい、技は考えて、いえ、もう今日はまあ、肘もつけてるんで打撃で本当は行きたかったんですけど、もう余裕なんか全然ないんで、チャンスだったらもう一気に行こうと思ってたんで、もう今日はすごい勝てて嬉しいです。
95kg リングスブルガリアアルメン・ベリンスキー。青コーナー 182cm 88.7kg リングスオランダヤン・ロブルーダー。さあ今日の第2試合です。グローブを着用して、まあ、これはお互いにキックボクサーですのでキックの試合に熊久保さんなりそうなんですが。そうですね、今両者 の絡みますとベリンスキーはだいぶでかいですね。そうですね、体重差が 6.3 キロありますね。この差は結構大きいですね、はい、今この背中を見せていますのがヤン・ロムルダ 88.7 キロ、でベリンスキーが95キロですから 6.3 キロということになります。こちらは初参戦のベリンスキーです。グローブの問題ですね、はい、グローブの音数が違うということで。ああそうですか、はい、で今統一を測ったわけですか。統一測りました。あそうですか、一応体重差によってですねグローブを調整して、はい、ベリンスキーが10オンスね、はい、ロムルダが8オンスということですね。ああやはりそこにクレームがついたのでね、はい、と選手同士がも納得しているものですから、はい、もうこのまま行こうということになりました。納得になったんですか。納得です。あそうですか、はいはい、さあゴングが鳴りました。第1ラウンドです。3分5ラウンドで争われます。第2試合です。赤のトランクスパンツを履いていますのがヤン・ロムルダと右のスレート。ナイストレですね。はい、そして今度は左ロー桃のあたり入りましたか、はい、今度はベリンスキーです。ベリンスキーも低いキックローキックを出していきます。やはり熊子さん、はい、ベリンスキーはパンチ系の選手のような感じですね。そうですね、はい、おしかしハイを出していきます。ただ切りもやはり上とありますからね、その分強烈ですよね。さあ得意の膝を使うことができますか。ヤン・ロムルダ、ロムルダ非常にコンビネーションうまいんですけども、ベリンスキーのパンチを引くとですねカウンター狙ってきますからね。ハロットいいのはね。さあ膝を打っていきます。膝パッド着用のような膝だ。これは効かないか。やはり引っこなしていったベリンスキー、はい、ロムルダはね、特にいいのはワンツーなんですけどね、一つの呼吸で打てるのがいいですよね。さあ今度また膝だ。首相撲の体勢から膝を持っていきました。ヤン・ロブルダこの膝、そして右のパンチに特徴があります、はい、どうぞ。ベリンスキーの方はですね、ちょうどパンチはね基本中の基本を打ってますね。下から攻めてね。リングスブルガリアベリンスキー今回初参戦。右を大きく振りました。突っかかっていったような感じになりましたが首をつかまれました。さあまた膝が上がっていきます。本人は膝パッドがつけたくないということだったんですが、このパッドをつけた上での膝蹴り、やはり普段やっているね。おお右高い右になりました。グラウンド来たか。ベリンスキーの右がヒットしました。いいクロスですね、ちょっと今ぐらつきました。首を抱えにいっています。ロムルダ下から打つパンチのクロスは受けにくいんですよね。はいはい、タイの体重差は 6.3 キロ。ベリンスキーが重い。そして田中さん、はい、もう一度グローブのオンスの確認ですが、ベリンスキーが10オンスと先ほど、はい、でロムルダが8オンス、はい、それで両者は納得してこの試合が始まりました。はい、リングスルールではそれで問題ありません。で各国のね審議の方に伝わってなかったみたいですね。ああなるほどね。それで今中断が入った、はい、試合開始遅れたわけですね。さあ右のボディーロー溝落ちのあたりが、そしてローキックを放ちました。アルベン・ベリンスキーいいですね。2人とも思い切って打っていくから気持ちいいですね。そうですね、はい、今までの動きを見ますとですね、ベリンスキーは首相撲ができませんね。全くそうですね、はい、出しませんね。一方こちらはロムルダー、この戦い方を得意としています。だけど今みたいにボディを狙ってきますからね、はいはい、状態で怖いのはですね、体を離してのアッパーなんですよね、はい、第1ラウンド終了しました。第1ラウンド両者の間にロストポイントはありません。
こちら背中を見せていますのがリングスオランダヤン・ロブルダー。ベニスキーの表情なんですけどね、結構余裕ありますよね。こちらがベニスキー。あー、なるほど。そしてね、かえってね、ロブルダーの方がね、はい、戸惑ってますよね。ほうほう、思ったより強かったんでしょうね、やっぱり。なるほどね、まあ、ロブルダーの方は実験リーグでね、先ほどのお話でレフリーを務めた、田中さんなんですが、まあ、前回は93年の8月、ずいぶん体調悪くリングに上がったんですが、と思いますね。前回とスピードは全然違いますからね。やはり今回のが速い。いいですね。そして迫力が感じられますね。そうですね。そうですね。今までリングスでですね、はい、こういったキックスタイルの試合が何回か行われたと思うんですけども、あれ絶対不完全レシーブだったんですよね。多かったですよね。それは今回は非常に大事なんだから、もう見応えあるいい試合になってますね。はい。首相撲ロブダー仕掛けるんですけどね。はい。綺麗に下からボディ打たれてるでしょ。ええ。ね、そういう状況なんでね、ロブルダーもですね、膝が蹴れないんですよね、下に肘があるからね、こうやって左に肘があるでしょう、ありますね、だからなかなかね、打てないんですよ。そしてボディを返します、なるほど、なるほど。こうやって膝がブロックされてるでしょ、はいはいはい、ね、でブロックして膝が引いた瞬間にボディを打たれますからね、はい、かといってさっきみたいにですね、その下のボディを警戒して落ちたところにクロスが入ってくるでしょう。なるほど、今ベリンスキー足払いのような形でローキックでロブルダーの体勢を崩しました。そして左から入っていきました。ロブルダーまた入っていきます。だからロブルダーがですね、今ちょっと不利な感じなんですけどね、はい、やっぱりリズム取り戻した方がいいですね、はい、体全体リズム今失われてますね。なるほど、一旦倒れました。ロックに対して右のストレート、さあまた膝だ、これはブロックされています。ブロックしながらボディーブローを返していくベリンスキー。大広いパターン。そうなんですよ、この膝が使えないんですよね。左ストレート、そして下から突き上げていくようなパンチ、右を払って、そして左のストレートです。ベリンスキーまた首厚から何かロブルダーがうまい具合に反対行きませんね。熊子さん、そうですね、展開をちょっと変えないとロムルダー苦しいところですが、ちょっとロムルダーリズム変えた方がいいですね。いつもはこの首相撲で、まあ、リズムを作っていくんでしょうか。なかなかそれは今日は叶いません。ただやはり相手ウエントがありますからね、やはり押されるの大変だと思いますよ。なるほど、ただこのロムルダーのハートは素晴らしいですよね。この6キロという体重差あって、あんだけ攻めてくるんですからね。やはり向こう行きがね、強いと先ほどもご紹介したんですが、これを承知で上がってくるというのはその辺感じさせますよ ね、 すね、正面になりますね。距離を詰めていくのはロムルダーです。膝からどうしてもリズム取りたいんですけどね、さあ膝の外側打ちました。だいたいロムルダータイプのね、はい、キックボクサーはね、膝を中心に練習していくでしょう、はい、膝か肘ね、でも今日肘は使えないようになってますよね。パッとしてないから、どうしても膝を封じられたら次のパターンが出ませんよね。さあどうやって展開を図りますか、ロムルダー、あるいはベリンスキー、この強いパンチを入れることができますか。ベリンスキーが27歳、ロブルダーも27歳、同い年、ね、はい、最初の展開でこういう感じでしょう、全部のパンチ力入ってるでしょう、ね、でパンチの強弱ないんでね、お互いに案外スタミナ勝負になりますね。なるほど、確かに息遣いが激しくなってきました、スタミナが切れた方が危ないですね。なるほど、そうしますとこのラウンド終了ですから、次のラウンド、そして第4ラウンドあたりが勝負でしょうか。第2ラウンド終了しまして、まだ依然として両者ロストポイントがありません。まあ、こうなるとね、案外ね、このセコンドの力も必要になってくるんですよね、こういう試合は。なるほど、ちょっとセコンドを見てみましょうか。今、口に水を持っていっていますのが、これウィリー・ピータースですね。そして右側の選手、背中を見せていますのがハンス・ナイマンです。この2人、まあ、リングスオランダ勢が2人してアドバイスを送っています。そしてこちら、今このタオルを煽っていますのが、ボルク・ハン選手。先ほどもまあ言いましたが、このハンと、ハンス・ナイマンが後ほどセミファイナルを戦うことになります。ただ今のラウンドのですね、後半部分を見るとですね、はい、徐々にロムルダーに流れがいってきてますね。お、はい、首相撲からのですね、はい、ローですね。でも膝をですね、腕で受けてますでしょ、ペニスキーは、はい、で徐々にですね、効いてきてますよ。あ、はい、なるほど、はい、ラウンド3、サーゴングです。第3ラウンドに入りました。あ、コンビネーションを見せました、いい感じです。
国内のキックの試合はもうほとんど取材されています。クラブの編集長、おーっと、ここだ、ベリンスキーが行きました。また首を掴んだ、激しいボディーブロー、その後膝を上げていきます。ロブルダー、ベリンスキーはボディ、ロブルダーは膝を使います。足を払おうとしたベリンスキーです。これはガードしています。まあ、これであのベニンスキーがあのクリズムできれば、ね、ロブルダーかなり、まあ、かもっと苦戦したと思うんですけども、あー、トリーパッチャーか、ちょっと後退しました、ベニンスキー。だけど打たれ強いですね。強いですね、確かに。これは体重差なんでしょうか。まあ、ロブルダーのいいパンチが、はい、ロブルダーいいショートですね。はいはい、スウェーデンも見せました。しかし後ろ後退していきます。これはね、ベリンスキーの足が効いたんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。ベリンスキー、パープル、紫のガンスを履いています。ベリンスキー足に効いてきたということなんですが、ちょっとリズム変わるになってきましたね。ロブルダーの方はロブルダー非常にいいリズムで、はいはいはい、リズム出てきました。ロブルダーです。赤のトランス、カウンターを取ろうとしました。ベリンスキー左、まだシャープです。ワンツーから左返せ、ロー、ローが効いてきましたね。いいコンビネーションになってきました。リズムが良くなったロブルダー、下から、そして上へ、また下に戻っていきます。対角線のコンビネーションを見せます。だけどきつい試合ですね、はい、さあ、いつかしかしこれガード開くんじゃないですか。そうですね、あのロムダはあのロー、ロー、右ロー、右ロー、右ローと来て、左の膝をあの顔面ですね、飛ばしてますからね、はい、カウンターです。ベリンスキーカウンター、このクロスの下からのカウンターがいいですね。狙ってましたか、下から突き上げる、この筋肉が発達しています、このベリンスキー。いや、体重差がありますからね、非常に怖いですね、一発が、はい、ガードの間、左のリードブローが抜いていきました。ベリンスキーです。足が効いてますね、ベリンスキーの方は。ベリンスキー、はい、ローがじわりじわりと効いてきた。そしてちょっと息遣いも荒くなってきました。ブルガリアのベリンスキー、鼻血を出したか、ベリンスキー。ベリンスキーの方が少し鼻の下赤くしていますが、これは鼻血ではないんでしょうか。さあ、はい、聞こえた、ベリンスキー。激しいキックの戦いになっています。このラウンドまだ30秒あります。さあ、コンビネーションでロー、このローがじわりじわりと、まあ、ベリンスキー一発狙いですね、今できそうです、はい、一発狙いですね。もう一回右狙ってますよ。なるほど、あー、切りました、ロブルダー切りましたね、頭のあたり切りました。ファイブはかなり出血しています。切れましたね。このラウンドはまあ終わるでしょうが、あー、左アッパー、ベリンスキー、アッパーが入った。ロムルダ右目がもう見えないですね。見えないですね、はい、このせいもあるでしょう。今左のアッパーに入りました、ベリンスキー。あ、これかなりひどいですね。ちょっとこれはドクターチェックが入るでしょう。ちょっとこの出血は止められるかな、難しいところです。あの歌手ですね、あのおそらくあのオランダでですね、あのブレインバーグという選手とですね、あの試合した時にですね、あのカットしたものなんですけども、その傷が多分塞がってなかったと思うんですよ。はい、まあ、以前の古傷、そうですね、はい、さあどうでしょうか。安藤さんと野呂田さんが一緒にリングサイドエプロンに上がっていますが、とりあえず続行をさせるような雰囲気ですか。すみませんね、ちょっと膝、あの頭のサイドの方ですからね、止まりさえすればその目に影響がないということになると思うんですが、さあ第4ラウンドです。試合続行されます。ちょっと長いインターバルという形になりました。さあ、ラッシュします。この後もロムルダーはあのパンチ勝負でですよね。そうですよね、ちょっとキックも心配しましょう。本当にいいコンビネーションが始まりました。今日のロムルダー体が切れています。あーっと、このパンチを押せ。ベリンスキーもね、ベリンスキーの蹴り自体がですね、スマートじゃないんですけどね、案外受けにくいですよね。だからロムルダーのそれで、リズムが崩れちゃってますよね。あ、さあ、またクリズムから、おや、ベリンスキーも頬を切ったんでしょうか。これはロムルダーの力、あー、左です。そして右の範囲、これは肩のあたりか、完全に行ってしまいました。右のクラス、右クラス、ダブルで持っていきます。クリッチ、いや、首、ロムルダーの試合いい作戦ですよね、これで。クロさん、これレフリーが負けた方がいいですね。クロさん、そして左の腕はホールディング、ホールドしています。
あーどうやらベリンスキーが切りましたね。激しい試合になっています。流血戦になりました。左のストレート、左に効いている、左に効いている、追い打ちをかけようとしたベリンスキー、その時ちょうど足がやっぱりいいストレートですかね。なるほどね、ナイスファイト、組ワンツー。さあまだ時間はたっぷりあります。第4ラウンド、ロブリダーの首相撲でも逃げられたことですね、はい、その通り首相撲に入っています。どうしてもね、右ではボディ打てるんですけど、左でボディ打てませんから、ベリンスキーの方はね、ちょっと出血が気になります。右目がちょっとロブリダー視界が悪くなっている可能性があります。さあまた首相撲からロー、そして膝を出していきます。ヤン・ロブリダー、ローが効いてるんですけどね、そうですね、ナイスファイトですね。打ちか、長い距離を取ります。いや出血がひどくなったのはロブダー、かなりベリンスキーの方は相手のロブダーのどうやら血のようですね。あるいは出血もしてるのかもしれません。ただこの首相撲の時かなり血も浴びています。さあまた何とかしてこの膝をしっかりと決めたいロブルダー。もしこのラウンドに決着つかなければですね、一回血を止めに行きますんで、はいはい、よろしくお願いします。ちょっとこれはやばい。左から右のストレート、そして右のローキック、ラスト30ですからね、はい、第4ラウンド残り今23秒切りました。ナイスファイトですね。いい試合になっています。ロムルダーのコンビネーションで追い込んでいくんですけども、ベリンスキーは大体ありますからね、一発で逆転してたんですよね。惜しいですね、今のクロスが入ればノックアウトでしたね。両者膝を使います。ベリンスキーも今膝を使い始めました。おめでとう左下ベリンスキー今ようやく出し始めました。第4ラウンド終了です。このラウンドも差がつきません。今田中さんがマイクを外しまして、カットマンとして血を止めに行きました。かなりひどいですね、田中さんはカットマンとしての技術もしっかりしたものを持っていらっしゃいます。おそらくピタッと止めてくれると思いますが、ちょっと深いようですね。深いですね、これかなり。でちょっと切ったところもよく血が、ね、出やすいところみたいな感じですね。そうですね、やっぱり一度カットした部分ですからね、なるほどね、傷でもあります。あと1ラウンドちょっとこの血だけが気になる好試合です。ロムルダーはですね、試合の途中で TKO ですか、はい、そういった形を一番嫌がるんですよね。なるほどね。このラウンド制は各ラウンドごとの優劣はつけませんで、最終ラウンド終了後全てのロストポイントを集計します。ワンエスケープでもロストポイントの少ない方が判定勝ちになります。差がなければ延長戦1ラウンドを行います。ここまでは両者ロストポイントがありません。いや結構深く来てますね。いやそうですか、フル傷ですからね、やはりちょっと、難しかったかもしれませんが、目尻の上に3針、4針ぐらいかな、して頭がですね、はい、10針ぐらい飲むじゃないですか。2箇所ですか。2箇所。あそうですか。さあラストラウンド、まあ、しかしこのラウンド優劣がつきませんと延長戦1ラウンドがあるんですが、それがちょっとミラスレートだ。ロブルダーもこのラウンドにかけているようです。ロブルダー倒しに行ってますね。もう、ちょっともう長いことボリダー、クロスが出た、リードです。そして狙いついた、ベリンスキー行く、ベリンスキー突っ込んでいった。このパンチ系の選手、いや2人とも素晴らしいファイトですね。これは、はい、本当にいい試合になっています。一回血止めたんですけどもね、これがそのまま吹き出さなければいいですよね。はい、マキバントブリオプソン深い傷、ちょっと頭の方が血がにじみ始まりましたが、さあ今度はローだ、膝からロー、足のコンビネーションを見せるヤン・ロブルダ、右は振ってしていません。ロブルダお互いにね、もう一歩なんですよね。そうですね、一歩息遣いが激しい両者、しかし本当にお互いのベストを尽くす試合前のコメントそのままになっています。このラウンドおよそ半分過ぎました。あと半分です。ロブルダーのコンビネーションいいですね、本当にね。そしてこの気の強さ、オランダの独特の体格差のコンビネーションですね。グローブのオーバーパスさあ、危ないから膝が来てきた。そして右の上地、ベリンスキーのパンチか、あるいはヤン・ロブルダーのコンビネーションか。
ファンにもしっかりとこのファイトは伝わっています。リーガーストレート、ロブルだ。タフですね、ベリンスキーね。タフですね。まあそれはロブルダー 6.3 キロ差を跳ね返してこの戦っているロブルダーにも言えることなんですが、大シャット右に体さあ振るスイングミー、そして前蹴りです。さあどうだ、残りは30秒、ラストラウンド30秒を切りました。このまま行きますと延長ラウンドになりますが、どうでしょう、延長ラウンドできますかね。僕はもう止めた方がいいと思いますね。ちょっとね、これだけのいい試合、最後までこの決着を見届けたい気もしますが、まあこのまま終わってもいいという気もしますよね。いいファイトです。第5ラウンド終了しました。さあどうでしょう、審議委員長は田中さん行きます。これルール上では延長ラウンドに入ります。あ、今放送席から延長ラウンド1ラウンドのコールがありましたが、どうでしょう。少しロムルダイヤ、延長ラウンドは最初に相手からロストポイントを奪った方が勝ちというルールになっています。で、延長ラウンド1ラウンド終了後決着がつかない場合は審議委員会による判定を行います。判定も難しいかと思いますね。難しいですね、非常に、いい試合です。一進退ですからね、まあ、これだけいいファイト、引き分けという判定でも私は個人的にはいいんではないかという期待をしますよね。まあ、多くのファンはやはり勝敗も確かに見たいでしょう。あ、このまましかし続行するようですね。田中さんが今血止めを行っています。セコンダー、セコンダー、やはり決着はしっかりとつけるということです。さあ延長ラウンドが行われます。この上でこの延長ラウンド1ラウンドを行って優劣がなければ、審議委員会の判定に裁定は委ねられます。血が止まりますね。そうですか。しかしこれがまさにラストラウンドになるんですが、田中さん、このラウンド、ルールでは、両者にロストポイントがない場合は、判定になりますよね。そうですね。その場合、難しい判定になりそうですね。今全くドロー。あー、そうですか。ベリースキーの方ですね、結局のパンチ入ってるんですけどね。さあ、ラッシュをかける。ロブルだ。どうしても体重差がありますからね。やはり熊久保さん、そういう意見になりそうですね。そうですね、やはりあの技術的なものを見れば、キックの技術的にはやはりロムルダの上だと思うんですけども、やはりあの一発の破壊力ですね、ベニスキー上ですからね、インパクトの面ではあのロムルダは不利ですよね。かなりパンチの有効打ありますもんね、ベニスキー。アウト、ビギカッター、ベニスキー、そして今度はミドル。ベニスキーは本当にタフです。ちょっと待ってください、1分11秒。あー、ロブルダーのダメージが大きいようです。やはり最後あの体格差ものを言いましたね、6.3 キラー、そして、グローブはベニスキー10オンス、ロブルダー8オンス、両者合意の上でこの試合が行われました。しかしそれにしましてもいい試合でしたね。いい試合でしたね。これは本当に素晴らしい試合でしたね。私たちはあの引き分けでもというコメントもしたんですが、決着がちゃんとつきました。そうですね、これも気持ちよかった一つでもあります、要因であります。しかしベリンスキー、見るべきものありましたね。そうですね、本当に今までこういったスタイルの試合何度かやりましたけども、本当もうベストマッチですね。確かに言ってはなんですが、消化不良の試合がちょっと続きましたよね。そうですね、はね、これで一挙にそのなんて言いますか、キック系の汚名返上といった汚名番、そういう名を挽回したというような感じになります。あ、どうやらロムルダーも大丈夫のようです。がっちりと握手を交わしました。素晴らしい試合でした。最後右フック、リングスブルガリア、アルベン・ベリンスキーが初参戦、勝利で飾ることができました。そして惜しみない拍手はリングスオランダ健闘しましたヤンド・ブルダーに対して送られているものです。すごいファイトでしたね。そうですね、本当に良かった。
両者とも素晴らしいファイトでした。はい、ただロムルダーは急に試合が決まったりしてですね、あれ不利な面はあったと思うんですよね。その点はね、やはり考慮しなければいけませんね、はい、あと体重差、まあそれにしましてもこれは、素晴らしい熱戦だったと言っていいでしょう。第2試合終了しています。第3試合30分一本勝負を行います。赤コーナー198センチ、101キログラム、リンスオランダピーターウーラー。青コーナー180センチ、96キログラム、リンスオランダウィリーピーター。第3試合です。いやこれもキック対決になるかと思うんですが、ピータースのこのコスチューム初めてですね。そうですね、柔道連盟オランダって書いてあるようですね。ああ、ね、そうですね、あの黒帯のところ刺繍で文字が入っているんですが、ちょっとはっきりと柔道連盟ですかというような字に見えるんですけども。さあ試合開始です。まあ、あのウィリー・ピータースは近頃11月の2日にあのジュニア君、お子さんが誕生したそうで、ちょっとそれがあってやっぱり子供の顔を見たいんで練習不足気味なんだと、恥ずかしい話だかと頭をかきながら答えてくれましたが、一面ですね。アセフェックス、まあ、お互いの体に合った戦い方ができるかどうかですよね。そうですね、自分 の、 あの有利な点を、ね、使い切って、まあ、あのピータースの方は今上になっていますけども、相手が大きいんであのレスリングはやりたくないと、どうしても体負けしてしまうので、打撃でいきたいと言っていましたウィリー・ピータースです。まあ、あのピーター・ウラが198センチ、そしてピータースが、180センチだから20センチほどの差があるわけですよ。18センチですか。いやいや、見た目にもかなりの差がありますね。リーチも、ね、かなり差があります、まあ、あの180センチで決して、まあ、この世界で大きな方ではないのでピータース、いつも僕は何かを足しながら相手と戦っていると、はい、いつも大きな相手と戦っているんだ、だからそれに何か必要なわけだから、まあ、その相手によってその何かはいつも違う、今日もその何かを使いながら戦うよと、まあ、難しい、ちょっと難しいことを言ってくれたんですが、はい、その何か今日は何になるでしょうか。このスープレックスか。やはりでもグラウンドに引っ込むとですね、やはりピータースの方に一応ありますね、はい、何しろウィリー・ピータースはアマレスオランダ選手権で優勝を飾っています。グレコローマンです。その成績もかなりのものです。そしてキックも習得しているこのウィリー・ピータース、あの前回の対戦は93年8月横浜アリーナだったんですが、その時は裏が圧倒しました。というのもあのピータースが足首を怪我したという、はい、聞いていたという。嬉しいエスケープです。その時はピータースが怪我をしていました。ですからあの裏に言わせると今度がフェアな戦いだ、五分五分の戦いだと、今日はいい試合になると言っていました。あのピータースに合わせてグラウンドの練習もかなりしてきたという話です。そうですね、あの前田選手もですね、あの裏はあのオランダ勢の中で一番グラウンド練習してるんじゃないかと言ってましたかね。前田選手がこのピーター裏を非常に勝っています。勝ってますね。スバットを放っていきます。ピータース。あの前田選手が言うには一時期のハンスナイマンによく似てると、自分の力を持っていながら出し切れないという。なるほど。もしあの一皮向ければすごく強いこいつは太鼓判をしていました。試合前です。ピーター裏。まあ武器の数は圧倒的にあのピータースが多いですね。ああそうですか。はい、ウィリーピータース今日はニューコスチュームです本当。初めて見せるコスチューム。逆に相手が背低いでしょ、はい、ですからあの下のボディはあの裏は打てませんよね、はい、身長差がありすぎて、そうですね、でひっくり返してしまえばピータースですよね、はい、おーっと首投げ、そのまま首を掴んで、しかし今日のピータースの動きは素晴らしいですね、練習してないようには見えないですね。そうですね、はい、案外ね練習しなくてね疲れが取れちゃってね、いいコンディション仕上がったかもしれないですよね。なるほど、はい、そしてあの生まれたということで、まあそういった励みにも一つになるでしょうね、どこかね、はい、非常にあの試合前はいい表情をしていましたウィリー・ピータースです、はい、
試合前はあの奥さんとそれからお子さんが一緒に写った写真をみんなに見せまくっていたんですが、まあそういった一面も今日は見せてくれました。ウィリー・ピーターズです。さあ頂点です。おっと足をかけて左右のスイング気味の頂点です。ピーターズ最近の試合ではのピーダス全員が目立ったんですけども、あの今日はあの投げ技ですとか締め技ですか、はい、あのレスリングテクニック、レスリングテクニックがよく出てますね、はい、今ローストポイントはピーター・ウラの方です。ワンダウン、ワンエスケープ、ポイントを失っています。ピーター・ウラ確認と意表をついた。いいタイミングでしたね今の。さあ練習しているこのグラウンド、どういう展開を図りますか。両者の体重差は5キロあります。身長ほど、身長差ほどにはこの体重差はありません。5キロ。あまり多くの展開を望みません。まあ、裏が何もできなかったんですね。なるほどね。膝裏。おっと。膝、オーファー。膝、足、つかみました。バランスを崩していきます。裏もね、もう一つか二つね。グラウンドのテクニックがあればいいんですけどね。そうですね。そしたら今みたいな。膝、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 グラグラッと下がってしまいました。膝をついて、そしてダウン。5、4、7、立てるか。8、9、これはカウントアウトか。続行です。5分経過、5分経過、5分が経過しています。あの引いたっていう感じで変な感じがしたでしょうね。グラグラっときました。さあそれはそのダメージ、そのダメージはどうでしょうか。ダメージ顔に出さないね、これあのピーターズは。おっとリーチさんもかなりあるはず。左カウンター気味に焦点入りました。あのピーターズがああいう格好してるのはもしかその練習不足で、はい、腹がちょっとボディを見せたくないというのもあるんですかね。の可能性ありますよね。なるほど、はい、長い足を振り上げていきます。裏対抗してピーターズ首を抱えた、回します。ピーター・ウラは何を狙ってるんでしょう。組むという感じでもない、ね、狙いはないんじゃないですか。ピーター・ウラが、そんな感じもしますね。ウラもうこの辺でですね、自分を何とかしないかですね。あ、ピーターズの行くの押されてますよね。ちょっと展開のしようがないです。やはりあの前田選手が言う一時期のハンス・ナイマン状態なんでしょうかね。そうピーター・ウラ、この素晴らしい素質をまだ開花させずにいるような感じさえしますね。使い切っていませんね。まあ、先ほどの左ミドルが効いたわけですから、はい、まあ、左ミドルなりに左の膝蹴りなりにやっていけばいいと思うんですけどね。さあそうこうしているうちに喧嘩なれ、喧嘩はもう大得意のピーターズが何か突破口を見出しそうな気がします。せっかくね、こんなの身長差があってもね、はい、距離を生かしきってないんですよね。そうですね、ピーターズに全部詰められちゃいますからね。ピーターズ、ダウンだ。1、2、3、4、距離を上げられたピーターズ、打撃一戦。立ち上がりました、2ダウン、1エスケープ、ピーター・ウラ。本当にあの距離の差は感じさせません。ウィリー・ピーターズです。ピーターズの焦点がかえってよく当たってるような感じさえがピーターズ のインステップは素晴らしいですよ、そうですね。鋭く、本当に鋭く入りましたね。はい、まあ、試合前の話でこの辺のインステップだとか、いろいろな技の組み合わせがその自分の身長差を克服しているわけでしょうね。そうですね。さあどうする、掴んだぞ。グラウンドの展開に持っていけるのか。ブレッ、いくら練習を積んでるとはいえウィリー・ピータースにそのグラウンドでは一日の長があります。はい、裏はもうピータースの気合に完全に押されてしまってますよね。おーとは強烈なミドルから、そして焦点今顎が上がりました。ピーター裏、ピーター裏今日はあまり膝、あこの膝ようやく使い始めました。あまり練習不足からあまり長引かせたくないピーターズ。こっから先に何かがあればいいんですけどね。さあどうするこのまま決めてしまうか。あ、そして首を入れています。もっと肩で押さなくちゃダメですよね、ちょっとこれではね、はい、ポジション悪いしね。逃げました。
ワンダウン、ワンエスケープ、ウィリー・ピータース。なんか今のエスケープだけど、めんどくさくなってエスケープした感じですよね。はい、うん、なるほど、はい。ロー。最近のウィリー・ピータースは山本に負け、これはどうだ、ダウンなのか、違いますね、バランスを崩しています。そしてあの遺留品ミーシャにも敗れています。確かにあの熊子さん、以前のですね、ピータースの荒々しさというのは最近ちょっと影が薄くなってきますよね。そうですね、まあ、だけど今日はなんか出てますよね、そしてあの喧嘩っぽいようなところは店では影を潜めております。ただ荒々しさの中のですね、ペラの技術ですね、しっかり見えてますよね。昔からね、ピータースは前後の動きが良かったですからね。前後、はい、小手で、おっと、これを嫌いました、ピータース。ピーター裏です。完全に気迫度されてなってる。これはしかし長い試合になりそうな気もします。互いに息遣いかなり激しくなってきています。かなり長くなりまして、もう間もなく10分になろうというところです。裏は鼻血出しました、ね、はい。ピーターさんピーター裏の方ですかね。あ、裏の方ですね。10分経過、タイミングスパート。浦はですね、あのあれだけの身長があるんですが、積極的に攻めないとダメですね、はい、もう待っててもう相手を返すとかですからね、ストップ。あー、ウィリー・ピータースの方が嫌いました。ピーター浦の鼻血を拭いてくれという感じです。まあ、やはりあの同じリングスオランダ同士ですからね、はい、やはりあの必要以上に傷つけたくないというのは、ね、元弁護士の肩書きを持ちますピーター・ウラ。このオランダ軍団の中にありました、毎度言っていることなんですが、異色の存在です。29歳、オランダアムステルダム出身です。88年キックボクシングオランダチャンピオンになったことがあります。ウィリー・ピータースはご存知、暴れん坊、まあ、バウンサー、用心棒を務めています。おー、いいコンビネーション、ダウンです。2、3、4、5、カウント入ります。今ちょうどですね、あのピータースが左足を上げようとしたところで、あの左ローンが入ったんですよね、はい、あれ聞きますよ。今のローも強烈です。これでロストポイントは同じになりました。2ダウンと1エスケープずつ、お互いに前蹴り、これを再三見せます。ウィリー・ピータース、ボディワンツーからのキック、膝がちょっと効いているようです。膝を痛めたか、膝外側靭帯が痛そうです。ピータース、スリーダウンが来ました。ピータースもロー、この攻撃、この攻撃かなり有効ですね。ワンツーからロー、このコンビネーション、だから裏がね、自分の距離を作ってきたってことでしょ。なるほど、今度は逆のローが効きました。さあ、ピーター・ウラ、またローだ、これは効いた。非常に痛そうな表情を見せました。ダウンではないという、おっと、今ちょっと今ダウンかノーダウンかで揉めてますね。これはどういう判定になりますか。ノーダウン、いや、もうこの試合再開させたらいいですね。これはダウンではないですね、ノーダウンですね。試合は続行になります。このローはすごい音響いてきますね。そうですね、この逆、さあこのローで勝負が決まりそうだ。完全に上がっています。ウィリー・ピータース、これはダウンか、ダウンか、ダウンではありません。前田選手はあの裏の攻撃で一番怖いのはローだって言ってましたからね。あと今アッパーが拳で入ってしまいました。イエローです。ピータース選手ワン、イエローカードによりワンエスケープ。ボディからの、そしてアッパー顔面いったんですが、それはそのまま拳で入ってしまいました。ピータース、ピータース選手、次のダウンがファイナルダウンです。加算してフォーダウンになっています。これダウンだ、試合終了、試合終了。13分4秒、テクニカルノックアウトでピーター・ウラ選手の
ームにはね、負けましたけどね、試合の流れは絶対勝ったんですけどね。かなり強烈なローキックの攻め方でしたね。今の試合見て思うのは、怖いのはですね、やっぱり戦うポジションというか距離の違いによってね、展開変わるというのは怖いですよね。いやでもこれも素晴らしい試合でしたね。はい、もうピータースのガスが本当に素晴らしかったですね。だからこれがもしピーター・ウラのね、頭脳プレーだとしたら大したもんですけどね、まあ、多分偶然と思いますけどね。はい、まあ、トマコーさん、はい、ちょっと流れが止まったところもありましたが、後半はピーター・ウラもずっとペースでしたね。そうですね、まあ、ウラはやはりローを当てるポイントがうまいですよね、非常に。的確に相手の球場のことがポイントになってきますからね。はい、左右蹴られたでしょう、だからもう前後の動きができなくなったんですけど、一回一回ダウンを奪われたので、痛み負けといったような感じです。この表情がそれを物語っています。ウィリー・ピータース敗れました。93kg レインスジャパン成瀬まさゆき。青コーナー187cm 95.8kg レインスジャパン永井光也。さあ第4試合は同門対決です。前田道場の2人、こちら成瀬正幸、そして永井光也。熊子さん、はい、この両者今日はですね、さっきと言いますか、こう熱気がもう表出てたんですよね。すごいですね、試合前はすごい気迫でした。僕たちが前田さんの次の時代を担っていく、そのこれがリングスの戦いだというのを今日は見せると、季節して全く別のところで私同じことを聞きました。両者とも考えていることは一緒です。激しい試合になりそうです。厳しい攻めですよね、成瀬ね、いきなり首狙いでしょ、成瀬選手の。だから過去 やっぱり故障した部分をね、はい、狙っていきますからね。この2人にとりましてはこれが2試合目、再戦ということになります。93年の1月有明でこの2人は対戦しまして、その時は永井が勝ち収めています。あの時はもう一方的だったでしょう。そうですね、今回はなんかやっぱり差が縮まってますよね。お互いにそしてレベルも上がっているから、もっと素晴らしいものを見せることができると言っていました。まあ、試合前に前田秋田選手にも聞いたんですが、この試合はいい意味でこれからのリングスを作っていくという話をしてくれましたが、そうですね、この2人の試合がですね、いい試合にならなければ、ね、リングスにあれですよね、未来が明るくないですからね。そうですよね、ローダー、そこからコンビネーション、おーっとスッと蹴りが舞い上がっていきます。長谷選手、ここ4試合ほどね、ものすごく素晴らしい試合やってますからね。いいですよね、いい試合をね。成瀬翔征、そして今度は来たな、狙ったんだ、グランついた、グランついた、成瀬がグランついた。さあグランドに行くか。長井はですね、お互いに焦点をまず最初に持っていくタイプなので、じわりじわりとグラウンドで行きたいと言っていました。首を取ってるぞ、フロントで首を取った、フロントでクロックになっています。これで決まる。おっとっとっと、そんなことはありません。2年前の試合とはもう比べることはもう比べるのがおかしいぐらいですけども、そうですね、素晴らしい試合になっています。まあ、スピードがあっていい試合ですね。いいですね。長井光也の方は前回よりも確かに苦しい試合になるだろうと言っていました。ちょうどね、やっぱり同門でしょう、で同じ流派のね、格闘技者同士がやってるという感じでね、綺麗な試合の展開になっちゃうんですよね。そうですね、技も2回やってますしね、しかし長井そして成瀬両者とも言っていたんですが、このトータル的にキックもできグラウンドもできるというのはこの前田道場のリングスの面々だけなんで、この広いリングスという土壌の中でこのトータルファイト的なリングス、僕たちしかできないリングスのファイトを今日は見せると。腕を取りに行った、腕を取りに行った、油断できません、目を離すことができない。今長井が攻めています、
動きが止まらないですね、今膝十字でしょうか、ヒーローホールドか、ヒーロー取りに行ったのは誰だ、お互い取り返す、激しい攻防です、こうお互い手の内をしてたらやりにくいんですけどね、これは逆にあの本当にいい例が出てますね、はい、あのこのカードは実は前回11月の試合の前に決まったそうですけども、お互いにそれまでは練習、まあ、していたけども、それからもう一切練習はお互いに組むのはやめたということで、かなりこの2人両者激しいものを持っています。今日の試合あのこの2人にしてみればですね、メインを食ってやるというような意気分があるんじゃないですかね、当然ありますよね、あのやはりこの同門対決ということでメインの前田山本戦と比較されるのはもうしょうがない、ですからその比較されて恥ずかしくない試合をしたいと両者語っています。まあ、こう純粋に技術だけの戦いはやっぱり綺麗に見えますね。そうですね、気持ちがいいですね。そしてね、上になっているのが現在永井光也、まあ、あのリングスの若手3人の中で、前田明選手が一番力があると認めているのは永井光也選手で、まあ、それぞれの特徴を挙げて説明してくれたんですが、永井光也はしかしあの競った時にちょっと待ちをしてしまう、待ってしまうという、その辺がいい方向に展開すればなということです。一方成瀬正幸選手については前田選手は今はちょっとスランプ状態なんで技術以前の問題でひたむきさを出せと、この試合はちょうどいい試合だからひたむきにぶつかっていっていいものが出るはずだと言ってました。いいものだった、足決めになっている、下から攻める成瀬正幸、そのいいものが出ています、お互いに前面出ています。嬉しげだ、嬉しいだ、これを切ったら圧倒的に永井光也、永井光也さあ切るか、ワンエスケープ、だから早いエスケープ大正解、そうですね、展開したい、初手から右のミドル、これを待っていたように掴みかけたんですが、成瀬正幸今度は同じような攻撃を見せる、同じような攻撃を見せる、膝だ膝だ、使うぞ、成瀬が突っかかっていく、ハイキック打撃の技術はやはり長い選手も上ですね、ありますね、というかパワーですね、やっぱりね、パワーね、あの今ガラキになったミドルに逃しませんでしたね、あと裏を取ったぞ、グラウンドの展開に成瀬今度は攻めていく、そして首を取った、成瀬攻めていく、長いが苦しい、先輩を攻めます、成瀬正幸、いい形になりましたね、さあ絶好のチャンスだ、見事ある攻防になりましたね、お互いの実力が均衡しているというのはよくわかります ね、 そうですね、まあ、先ほどミドルキックでダウンを奪った永井光也なんですが、あの永井は成瀬の小手の方が威力は自分よりあるんじゃないかと相手のことも認めています。その辺の、まあ、それはないでしょう、いや、まあ、あの成瀬があの永井を思ってるだけでね、やっぱり一発一発は永井が大きいですよ、まあね、客観的に見たらそうなのかもしれませんが、そういったお互いにこう認め合う心ですよね、ああ、そういう意味でね、お互いの技術が上がってきたというのをそれぞれ何か語って合っていましたが、ちょっとそれを言っているのはちょっと試合が激しい展開になっています。さあ上から首を掴んで、さっき高柳さん言われたように、永井の場合はですね、あの、ある時にちょっと引いちゃうんですよね、はいはい、それさえなければですね、トータル的にはやっぱり今の段階でも3人の中では、永井が一番だろうと前田選手は、勝っておりました。で気持ちの上ではやっぱりあの成瀬でしょ、ただ成瀬引きませんから、ただそれが勝負となると別だと、事実勝っているのは山本、ベスト4に進出しています。さあこの展開からどういう展開を、おお首で返す、激しい意地気迫、そして情熱、リングスにかけるひたむきさ、全部がぶつかり合います。ブレイク、ブレイク、ナイスゲーム、ブレイクです。流れるのが流れますね、はい、
永井光也は前回のペトコフ戦で左の肋軟骨剥離骨折を実はしました。しかしまあその時の傷はもう完治してるからこの試合には関係がありませんと言って、まあこっそりと教えてくれたんですが、まあそういった怪我も両者絶えません。そういった中でこういった素晴らしい試合を生み出しています。小手から大手から、さあこの辺は得意なところだ。永井光也お互いの体重差は 2.8 キロ、およそ3キロ長いが重たいだけです。このところ成瀬が体重を上げてきています。だから今の場合でもですね、長いの方がバンと腰砕けましたからね、そうですね、確かにそうですね。8分30秒です。腕しぎの展開ですが、この辺はお互い手の内は十分スパーリングで知り尽くしているところです。長井が足を取っていました。いやてっきり首の方ばっかりに目がいっていましたが、足を取っていました。これは失礼いたしました。逆にエスケープを取りました。これで赤コーナーの成瀬正幸は2ダウンになります。いやボディーブローから顔面への小手、そしてパンチを持っていきます。成瀬正幸どん底だった。おー、94年成瀬正幸黒星が続きました。オセロのようにこれを全部白にひっくり返してみせますと、これで95年に続きも上げると言ってくれました成瀬正幸ですが、永井光也一時の超過。成瀬選手は相手の技から逃げるときに背中を見せて逃げようとするなんか悪口ありますね。裏を取られますかね。体重差はそれほどありません。先ほど見ました3キロです。10分経過。お互いに小休止だけどね、イメージ的にはね、昔の軽い時の成瀬が残るものなんですよ ね、 あ、そうでしょうね、先輩としては。だからもしこの試合でね、体重によるね、きつさが生まれた時はですね、やっぱり永井はそれに気づいてないってことですからね。なるほど。でもどうしても小さい成瀬ってイメージがありますよね。ありますよね。どん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 自分のハンデとなっています。この体の小ささを補おうと力をつけ、そして大きくしようとしていますが、足が取った。エスケープ、ヒールホールドか。だからその成瀬が小さいイメージがあるんでね、ちょっと永井選手は戸惑いますよね。今一瞬永井の表情が変わりました。ぐっと目を染めました。永井です。それに向かって突っ込んでいきます。スウェーデンに勝ちました。スウェーデンかわしたのラッシュ。ダウン、ワン、ツー、最初のミドルキックが効きましたね。スリー、フォー、立てる、ファイブ、ここで行くか、セブン、同門対決の終わりか、ナイン。いや立ち上がった。おーという名古屋のお客さん。今度はお返しか。いや、カウンターを待っていそうだ。カウンター狙っていそうだ。待っていた、待っていたのは成瀬です。待っていたのは成瀬だ。得意のローリングからのサブミッション、アンクルホールド、足首を取ってます。いや、油断ができないのは永井光也です。先ほどは足を絡ましたクロスヒールホールド的なものに持っていこうという永井光也だったんですが、変えます。だからその足を置いた球は上に乗れるでしょう、ね、だからやっぱりどうしても技術は長いがね、一律の長がありますね。だけど根性は成瀬ですね、はい、あとそれとですね、永井光也が付け加えていたのはスタミナ面で、言っていましたね。この試合で起こるスタミナというのはその普段のスタミナとやっぱ違うから、そうですね、展開的にもね、ダウン、ダメージも加わってきますし、おお、首を取っての、変わったんですよ。首を取る、ハイハイスライド。しかしロープは足元だ。ところでちょっとこのパワーの差が出ましたね今ね。今エスケープはする必要がありませんでした。そして肩固めか。でもこういうのが積み重なってだん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 相手に対する圧力になりますからね。なるほど。
試合前にじわりじわりと自分は行く作戦ですとこっそり教えてくれました永井光也です。あるいはその通りに行っている、必ずしも行っているのかもしれません。そして最後は私が決めると言っていたんですが永井光也、後ろを取ったのは成瀬正幸。成瀬はこの機会がいいチャンスだと思うと、こういう永井さんを相手に勝たないと。いくらいきなり参戦してきた前回の相手のようなのに勝っても意味がないんですと言っていました。裏を取った完全に成瀬正幸、これで落とせるか、いや逃げようという永井です。いや展開を変えます成瀬、必死の攻防です。この汗の具合を見てもね、お互いにコンディションは抜群ですね。そうですね、そのようですね。嬉しい、これは簡単には決まらないでしょう。そしてポジションも悪い、ちょっと耐えるのも得策でないというので永井エスケープ、ワンダウンワンエスケープになりました永井道也です。ポイントは成瀬正幸が3ダウン。また小艇のコンビネーションから両者の戦いが始まっていきます。仕切り直し、熊久保さんは現状はどう見ますか、両者のこの現状。五分ですね、五分。あの場面的には長い選手が落ちてます。ミルキック、いや止まっていた、アキレスオールドだ。これで決まるか、これで決まるか、締め上げる長い、アイスケイン逃げた。長選手油断しましたね、長選手がグラッと来たので、あの立つのが遅れましたよね。引きずることができましたが、成瀬だいぶダメージを負ったようです。まもなく15分になろうとしています。30分一本勝負、非常にタフな試合です。おっとカウンターになったか、チャンスだ、成瀬長いか、成瀬がちょっと朦朧としています。ダメージを負いました、まだ回復していない、ダメージ残っている。膝を持っていく、これで締める、これで終わりだ、これで終わりだ、これで終わりだ。14分52秒レフリー勝って勝ちました、永井幹也選手の勝ちでございます。技術の差ですね、あのね、今の首飛ぶ前にですね、ボディが急に入ってるんですよ、で永井がスーッと行ったんですね。あの永井は前からボディ弱かったですから、だけどやっぱりその時には安心したと返されましたね。見事な同門対決でした。最後までレフェリーストップが入りました。さっきのようにですね、これ新時代の試合というあのリズムありましたね。やはり本当にリングスはあのいい若いリングが揃ってますね。そうですね。間違いなく前田明のさらに次の世代を背負っていくのは彼らでしょう。お互いがチーター握手。いい試合でした、桑子さん。そうですね。はい、いい試合でした。長井選手もこれあのうかうかしてないっていうのはもう追い詰められたような気持ちになるでしょうね。でも長井選手としては。しかし、はい、こういった力の均衡が切磋琢磨で、はい、山本を含めて、あるいは坂田を含めてどんどん伸びていくんでしょうね。そうですね。はい。いい同門対決を見ました。敗れたあの長井選手も素晴らしかったですね。そうですね。非常にそして気持ちのいい試合。何かすっきりしたものが私たちの心に残りますね。そうですね。永井道也も表情晴れ晴れ、そして敗れました成瀬ももう渾身の力で戦ったという感じです。出すもの全部出したという両者でした。もうあの1年前と、まあ、最初から同じ人物だとは思って試合には臨まなかったんで、あでもすごい強くなってました。永井選手ご自身が、はい、今日試合してみて何か、いやあの逆に僕の方がなんかやっぱり成瀬にやっぱり負けられないっていうのもありましたけど、やっぱり僕と成瀬みたいにこうリングスだけで育ってきた人間がなんか新しいっていうか、あの空手出身だとか三宝出身の人がやる同じルールでやるリングスじゃなくて、僕らがやるなんかリングスを今日の試合で、まあ、形にはもう到底なってないと思いますけど、ぼやけててもなんか作れればいいなと思って今日は試合に臨んだんですけど、
真っ向から打ち合う予定だったんですけど、予定してか、僕はもう引かないで、ただやっぱり、向こうの方がいろんな力量はいろんな意味で上だと思うんで、逃げないように前へ前へで、やっぱり打っちゃおうと思ったんですけど、で、まあ、結果的にちょっとグラウンドはそう狙ったわけじゃないんですけど、思った以上に永井さんがグラウンドを仕掛けてたんで、ちょっとびっくりした目になったんですけどね。あ、もっと打撃で来ると思う。そうですね、道場で一応練習チラチラ見てたら、打撃の練習ばっかりだったんで、グラウンドの練習ないのかなと思ってまして、ね、永井選手の打撃は強力でした、かなり。あ、もう記憶が飛ぶことじゃないですか、すごいですよ、一発一発が。あ、どうもありがとうございました。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 試合です。リングス史上初めての兄弟対決ということになります。リングスグルジアの2人、ビターゼ・タリエル兄、そしてリングスグルジア弟ビターゼ・アミランの一戦、両者とも2メーターです。体重は兄ビターゼ・タリエルの方が重く 11.5 キロ重くなっています。 135.5 キロです。さあ、両者とも熊子さん、はい、極真の空手ということ で、 で、ね、空手の対戦になりますかね。そうですね、やはりそういう風に展開になると思いますね。さあ、試合が始まりました。2メートルを超える大男、超えるという周りの評価なんですよ。実はこっちのビターゼ・アミラ弟の方なんですけども、はい、ローキックです。これぞグルジア山脈2人兄弟対決。ボディブロー、ミドロー、まあ、スピードのアミランからパワーの足りずですね。はい、おっと、アリのビターゼ・タリエルはこの相手の拳、かなりあの蹴りも力があるんで警戒していると言っていました、はい、この2人はお互いに軽いスパーリングは過去、まあ、一度ぐらい、本当に一度か二度経験しただけだと、はい、試合ではもちろん初めてだということです。そうですよね、こういう場合はやりにくい方が負けたくない。ああ、見逃していく。負けたくないという方が気持ちが先に立つでしょうね。案外ね、兄弟でやるでしょう。はい、ただ憎しみは湧きますよ。逆に。そうですかね。自分も経験ありますけどね。ああ、そうですか。ああ、ボディブロー。そして膝を持っていく。これはガードしている。兄、タリエル。まあ、この2人は皆さんご存知かと思うんですが、グルジア内戦です。この内乱でお互いに銃を取って、反乱軍と戦ったことがあるということです。特にアミラン弟の方は白兵戦まで、経験したという話です。まあ、壮絶なところをくぐってきたこの兄弟2人、まあ、これは平和な戦いです。足を取ってサブローター、これは決まってしまうか。トータル的なファイトをやりたいと言っていました兄ビタン・タリエル。大きく見えます。いや、逃げられないのか。ここで決まってしまうのか。さあ、兄は決めにかかっています。ア
兄の方がこのリングスタイルでは一途の長慣れています。これ意外な展開になりましたね。エスケープぐっと後ろに飛ばされたような感じになりました。しかしだいぶダメージが残ったはずです。ビターズアミラン、サメと手紙です。非常に誇り高きグルジア国民、このビターズアミラン、そしてビターズタリエル、まあ、あの日本と同じように姓名、まあ、順がビターズが姓でアミランが名前、この姓名の順番一緒なんですが、逆でもこれはグルジアではいいそうです。政権ワンツー、そしてハイキック肩まで、そして今度は右のボディ、膝がめり込んでいきます。1918年にグルジアはロシアから独立いたしました。76年ほど前です。78年にグルジア語を公用語として認めさせる大規模なデモを行っています。彼らは自分たちがロシア人ではなくてグルジア人であることを誇りに思っています。この際ハイキック、ダウン、ワン、トゥー、ツー、を倒しました。スリー、フォー、語るか、ファイ、シー、前回のホーム戦を思い出します。ビターズタリエル立ち上がりました。大丈夫か兄貴と言ったような感じですが、2歳違いです。アミランが26歳、そして兄タリエルが28歳です、まあ、もちろん両者とも大人ですから、はい、別々のところを住んでいて、アミランがモスクワ、そしてこちらの兄タリエルの方は飛び入りし、グルジアの首都なんですけども、ここに住んでるということです。でも頻繁によく会っているという話を聞きました。兄は弟の蹴りは強いと認めていました、はい、そうですね、足技の足されたのはやはりアミランの上ですね、はい、まあ、タリエルどちらかというとローですとか、突きといった、まあ、比較的地味なのが強いですからね、タリエルはこのリングススタイル、広いリングスという土壌の中で自分たちの空手の良さを見せたいと、しかしトータルファイトにしまいには持っていくつもりでもあるとタリエルは語りました。まあ、でも今日のところコンビネーション悪いですね、はいはい、おっとこれ空振り、これ当たった、もし当たったらすごい当たって持ってそうですね、はい、何しろ124キロのアミランです。アミランはスポーツマンとして兄を尊敬している、テクニックそしてハートともに尊敬しているという話でした。激しいボディ攻撃、リングが揺れています。2メートルの大男2人、スピンキック、回し蹴りを放ちます。時間が経ってきますと、やはりお互い得意な技、空手の技で勝負してきましたね、はい、ビターズタリエルは前回のトーナメント準優勝者、飛び入れダウン、ダウンです。ボディーが入った、強烈です。 35.5 キロが舞い上がりました。6 7、アミラン立てられる、8 9 10、立てず、5分13秒、兄弟対決は兄貴に結果が上がりました。ビターズタリエル意外とあっさり決まってしまいましたね、しかし飛び蹴りタリエル初めて見せたんじゃないですかね。印象つきましたね。135キロは飛ぶんですから言いますでしょうね、入ったらね、まあ、その前からの右のボディストレートですとか、まあ、そういった技が効いてたんでしょうね、やはり。あ、田中さんはどう見ましたか。まあちょっとスパーリングの強めの試合って感じがしましたね、だけど今の飛び蹴りっていい武器ですね、案外本当にうまく使ったらね、はいはい、強烈な破壊力が持っています。小さいステップでポンと入りましたからね、グルジア山脈の戦いは兄ビターゼ・タリエルが勝ちました。ビターゼ・アミラン、これで4連敗ということになりました。これからに期待といった感じです。アミランに関しては前田選手がですね、はい、来年アミランが怖いという発言をしてましたかね。そうですか、はい、あはさあこのアミランが来年どういった戦いを見せてくれますか。選手の入場です。
Mr. Lex Hans Neyman. ズバズババンとよく消えるご存知ナイマンキックはこの人の先輩特許です。ドールマンが敗れた今、オランダ軍団の威信、そしてメンツはこの人にかかっています。今日もうなりを上げますか、金のシャチホコまで蹴り落とすナイマンキック。今夜の相手は手強いぞハンスナイマン。アンコナよりボルクハン選手の入場です。というかね、はい、ナイマン勢いあるでしょう、だけどどうしてもこの、ね、タイプだったらね、前は前回のトーキックとかね使えそうなんですよね。この表情です、ハンス・ナイマン。第6試合はセミファイナル準決勝、まずは1試合目です。ボルクハンとハンス・ナイマンの、まあ、これが再戦ということになりますが、前回の因縁が少し含まれているかもしれません、だから今島田リーグをね、まだまだ島崎まで、注意しましたね。注意しましたね、はい、決してさあ30分一本勝負、ゴンが鳴りました。足を取りに行った、早くも行ったぞ、今仕掛けましたね。さあもう早くも捕まえた、早々と勝負を決めに行きます。引きずり込んだ一番に引きましたね。スタンディングで決めた、ディフェンスしています、ディフェンスしている、ローリングで決まったハンス・ナイマン。いやそうは言いながらね、ナイマンちょっと攻撃してますよ ね、左膝、あの怪我はもう大丈夫だとハンス・ナイマンは語ってくれました。前回の試合でね、ハン結構頭に来てますからね。一方ボルクハンは前回のウィリアム戦、ウィリー戦で実はその前に右の手首を少し剥離骨折のような感じで怪我をしたそうです。入院もしたそうです。その怪我はもう完全に治ったと語りまして、にっこりと、この試合はもう治ったんだから大丈夫だよと、もう全然意に介さないような試合前だったんですが、あの表情をどう見るかという難しいものがあります。今のナイマン のタックルの腰が良かったですね。あそうです、はい、さあまだ見せません、ナイマン決起、おっと後ろから蹴っていきました、ハンス・ナイマン。さあそろそろ餌を巻き始めそうなボルクハンです。ネットにズルズルっと引っ掛けそうな、相手を絡めていきます、得意のボルクハン。ダンセソルダーを一度足引きますか、さあ首を捕まえた、そしてアンバーアンバーサンティングアンバーです。このまま締めていく、いや足がかかっています、エスケープ、これでワンダウンです。前回もですね、エスケープ重ねましたよね、確かね、ドイモンは。
で自分のタイミングを見計らってナイマン蹴り3つのダウンを奪っています。前回のハンス・ナイマン苦戦を強いられました。前回ボルクハン、おっと会場は沸き返ります。今年に入りましてハンス・ナイマン非常に強さを発揮しています。ボルクハンの構え、ナイマン蹴りを完全に警戒してね、うん、きっちり抑えた構えしてますよ。なるほど、そうですか。ポジション見てくださいよ、はい、本当によく研究してますよね。さあまたスタンディングアップ、これはエスケープか、うん、ブレイクでしょう。ブレイクですね。島田のフリーブレイクと言ってます。ナイマン霧の連打させないように、はい、体をすぐ密着させていきますので、ね、白前これですね、はい、さあ突き放しました。ファイト、あのね、ナイマン蹴りが出るときはねほとんどコーナーが多いでしょう、だから今あの金前見てほら前の足をほら押さえてね、ダウン1 2 3 4 5 6 7、タイミング良かったですね。右の蹴りをフェイントして左のボディブローでしたね。そうそうそう、蹴り取られたね、はい、今のだけどほらさあ足を掴んだ、どうするどうする、逃げた逃げた逃げた、もう ちゃんとね左手を下段に構えてね、そして右手をですね、フェイスの横に持っていこうとしてるんですよね。だからナイマン蹴りをね、はい、2段構えに対する防御はきっちりできてる。なるほど、はい、だけども今のでパンチで食らっちゃった感じですね、はい、またボディ横、さあ捕まえた、ガブるのか、いや四つに組んだスープレックスだ、やった滑った滑った、ずるっと滑れました。粘着力はまだ出ていません。ボルクハン今年のナイマンはこのハンに負けた1敗だけです。あとは引き分けというのが一つあります。それはあの左投げろと、これは違います。なななあとは全て KO あるいはレフリーストップ、凄まじいキックの蹴りを見せ始めましたナイマンです。このリングスでの自分の表し方をようやく分かったようなナイマン、裏の番長がついに表に出てまいりました。まあでも実質ね、今オランダナンバーワンはやっぱりナイマンですよね、そういう声をよくね皆さんが上げています。最初来た時はね大したことなかったんですよ、はい、だけどこれだけねリングスに慣れた選手珍しいですよね。前から首を取っています、首を取っています。これは聞いていないようです。ボルクハンさあどうするか、足を掴んでいる、ああヒヤコエスケープ、エスケープを重ねます。これで2ラウンドになりました。ハンスナイマン、これは前回と同じようなパターンですよね。おっと目を離せません。またリドだ、これはもう一本、もう一丁、3、1、2、ダウンです。先ほどの集中させた右ローですね、4、5、4、なんとボルカンもひっくり返る、このハンスナイマンのローキック、いつナイマンキック、ハイキックが出てくるんでしょうか。待っていたか、これをひねって倒すはずだ、それひねる、今日はちょっとひねりません。入院したというのもちょっとありました、はい、またエスケープを重ねていくことによって、今の判断してくれますよね、5ミニッパー、ここでやってるというのもありますね。はははは、タブラヨート戻ってくるところ、ボディブローを左持っていきました、ハンスナイマン。ナイマンキックは出てくるか、いつ出てくるか。だけど前回に比べてね、ハンは落ち着いてますね。ああそうです。おっと、これもスウェーデン一発返してタック。さあこっからが真骨頂。ボルクハン。ナイマンはね、前回の試合実質勝ったと思ってるんですよね。うん、確かに負けましたけど。ナイマンを徹底研究した跡が見えますね。あハンス・ナイマンは、俺はナイマン蹴りではない、それだけではない、違う技も今日はありとあらゆる技を見せる、ニューコンビネーションさえ見せるぞ言っていました。ハンス・ナイマン前回フライトの、お余計なことを言ってる暇がありません。足を抱えながらどうだ、どういう技に入っていく、ちょっと滑るようです。アキレスホールド不完全、あさあやったちょっとずらしてジャストヒット、6分29秒アキレス腱固め、ボルカン選手の勝ちでございます。
あのね、あのナイマンがね、本来のナイマンを出す前にね、終わっちゃいましたね。出させませんでしたね。いや、よく研究してましたよ、これは。そうですね、はい、研究が勝ちました。ボルカハン選手は決勝への進出が決定いたしました。決勝進出、ボルカハン。前回ね、コギロフに1回やられたでしょ、あれ案外ね、緊張が解けていいんですよね。やりましたね、あのトーナメントに入る前ね、はい、それでグッと引き締まりました。ボルカンずっと勝率が高いとかね、連続して勝つっていうのはきついですからね、案外あの負けも今日の 勝利ですね、ぐるっとひっくり返して、最初はピシッとジャストフィットしなかった関節技、ボルクハン、その後見事に決めました。あっという間のサブミッション決めています。完全にハンの作戦勝ちですね。そうですね、ナイマン金の社長校びっくりのナイマンキックはついに出じまい、まあ、出させなかったボルクハンが上手だったということでしょうか。まあ、ナイマンがですね、際どいオランダ流のね仕掛けをする前にっていうのはやっぱり痛かったですね。そうですね、93.6kg
リングスジャパン前田明。来るやつはみんな敵だ、前田明。あれですね、はい、普通のマッチメイクでね、山本と前田が戦ってるわけじゃないんですよね、はい、トーナメントでね、山本選手はここまで来たでしょ。そうです。もう今日なんかこの試合なんかね、山本選手を見てるだけで嬉しいですね。はい、ゴンが鳴りました。おっと、前田にラッシュする、ラッシュする山本。タックルに行ったよ前田、タックルに行った。相手は前田明だ、師匠でも弟子でもない前田明だ、勝つしかないと山本義久が語りました。今日はとにかく熊本さん、はい、自分は勝つんだ、これはトーナメントなんだ、勝たなければいけないんだと、はい、いくらいい試合をしてもダメなんだと言ってました山本です。そうですね、今の先制攻撃にもそういう勢いが感じられましたね、はい、逆に前田勝った。小手の足、小手の親応酬です。強引でタックルか、うまく来られましたね、選手。山本よく来たな、嬉しい反面、なんというかにやりと当たって複雑な心境ですよと語ったのは前田明。しかし来る者は倒す、前田明、それが理由です。甘い山本、今ね、さあ引きずり込んだ、まだ1分です。簡単に走らないではありません。前田明相手にね、途中でね、ああいうことしたんですね、ヒルホールド、最後まで気抜いちゃったんですね、今日の山本は小細工はしていませんと、下手なことはしません、何しろ自分の教わったものはすべて前田さんです。だけど前田選手は小細工するかもしれないですよ。なるほど、そうです。前田選手はこういうね、下だからって言ってね、絶対におーっと、重たい重たい、容赦しませんから、山本はワクワクさえしていると嬉しいんですと言っていました。だけど勝つ、だけど勝つ、タックル、重たいタックル、体重は前田さんのがあるので自分には前田さんよりもスピードは俺のがあると語っていました。その辺でかき回したいと言っていた山本です。その辺どう見ますか、まあ、そう確かでしょうね。ただ動きは直線的すぎますよね、先ほどから真正面から突っ込みますから、前田選手にいいようにタックル取られてますね。今日の山本は試合前に非常にいい気迫が見上げていました。これ以上の山本を見たことがありません。また2分です。前田明はその情報をつかむと、それがリング上で出るかどうかだと、それが勝負だ。自分の過去を振り返るような発言をしてくれました前田明です。自分もかつてそういったことが幾度となくありました。前田明、それをリングでマットの上で出さなければ意味がありません。あと小手、右の小手、体をつけながら、さあ足首取る、これでドールマンを倒した。あのドールマンを破ってこのファイナル、セミファイナル進出を決めた山本義久です。肩を決められるか、まだ不完全、重たい重たい、あらら、ちょっと助けすかさず逃げます。本当に何度も言うようにね、よくここまで来ましたね山本は。そうですね、さあ前田明、この山本を破ったら2年連続の決勝戦ということになります。相手はボルクハンが待っています。さあ送っていった、あのトーナメントにはあまり縁がなかったボルクハンがついに決勝に行ってもうすでに待っています。前田明は行かなければなりません、行かなければならない、お互い取り合った、ヒールを取った、前田選手今一瞬膝を気にしましたね。膝です、はい、左ですよね。さあラッシュ、前田倒れた、形勢が怪しくやってきました前田。さあ若武者が新旧交代の時期か、山本は新しい時代を今日作ると言っていました。表情が一変しました。小手の試合ね、前田選手前半にねちょっと目が指に入ったんですよ、山本選手の。だからその目がまだ完全じゃないんでね、冷静に避けてねタックルに持ち込んでるんですよね。なるほど、はい、その辺はさすがです。というか鬱陶しいんでしょうね。なるほど、下克上なるか、おお、これは甘いぞという感じでしょうか。結果慣れした前田、
晴らしい記録ですね。スピード回転では山本、山本ラッシュ、1、2、3、4、5、6、愛知県体育館爆発寸前、すごいお客さんの熱狂ぶり、前田の表情一変しました。ゴール決めた。いや、山本選手あのもう恐れずにもう回ってきたから恐ろしいですね。この野郎とでも言ってるんでしょうか。すごい顔を見せました前田明です。上に当たって下がため、さらに腕を割る、いいですね、いい攻めです。山本足を当てられた、脇が止めのような状態になりました。バックを取った、膝を取った、アウト、足を取ったぞ。まだまだ、いやいいですね山本、今の決まってもおかしくありませんね。しかし山本選手がここまで頑張るとは思いませんでした、はい、そんなに前田は遠くない。山本、いやフラフラだ、狙った狙った、狙いすました、アッパーアッパー狙ってくる、この辺が怖いところだ、容赦ない。前田選手のね、あの雰囲気が怖くなってきましたね。ちょっと普段見せないのが出してきましたね。鬼のような顔になってきます。さあ来るなら来なさい。前田が表情が非常に詳しい。ようやく前田に火がついたようです。中村が行く、タックルでかわす前田。さあ腕絡み、アームロック、これはすぐ逃げます。両者ロスポイント並びました。ツーダウンワンエスケープずつ、成瀬そして永井、こういったところがいい試合を見せました。この2人が見せないわけありません。格闘前田の次の担っていく3人、若者たちが着実に伸びています。徐々に前田さんです。急に押さっちゃダメですね、今気迫が、おっと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 、すごい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 、いけー、ワン、ツー、スリー、フォー、ダメだ、ファイ、シック、セブン、エイト、ナイン、まだまだやるぞ。すごい打ち合いになってきました。山本立派です。前田を巻き込んだ、いいな、山本、この選手から解消が欲しいところですね。さあどうするか。さあ前田のこの体勢を返すことができるか、前田のこの体勢を返すことができるか、さあ前田はどうする、今度は前田どうする、うわ、締める締める、うなり声を上げる山本。前田余裕ありますね。いやあのね、前回新潟大会で長いやった時にこういう展開だったんですよね、いやここまで前田選手追い詰められてませんけどもね、だけどもこれをじっくりじっくりほどいていくんですよね。なるほど、これ前田選手の会社さん怖いです。足首痛い、足首痛いの山本、山本痛い痛い痛い、やはりああいったところで細かいところでキャラの差が出ますね。というとね、それとやっぱりね体重差ね、山本選手は次のダウンはファイナルダウンです。 16.6 キロ、さあ山本フラフラ、ラストダウン、ラストダウン、ラストダウン、さあこれでフィニッシュ、アキレス
級交代の時期はまだ早いぞ。いやでも限りなく山本選手は前田選手に近づいたと思いますね。これは、はい、結構早いんじゃないですか。勝ちました前田晃選手は決勝への進出が決定いたしました。前田ボルカント決勝です。言い直しましょう、新級交代の時期は今一歩のところまで来ています。今までね、前田選手ね見ててね、今日初めてねこの十何年のキャリアのね、疲れの表情を見ましたね。ゆっくりと帰っていきます前田晃。勝ったという安堵感、そしてあいつやってくれたなという嬉しさもあるでしょう。そうですね、どんな思いなんでしょうか。まあ例によってこの後皆さんにはあの後ほどインタビューご覧いただけるかと思うんですが、どんなコメントが聞けますか。本当に楽しみです。しかし山本選手もやりました。まああの新旧交代の時期というのはいずれやってくるものです。それをうまく変わっていけるか、うまく譲ることができるか、ね、あるいは下がこれは取って変わらなければいけないことですからね。ただあのやはりあの、その時期は遠くないということをちょっと感じましたね、今日は、はい、しかし今古田リングアナウンサーから終了のコメントが告げられましたが、そう簡単にやってたまるかという前田さんの前田選手のなんていうか意地も今日は随分感じられましたね。そうですね。でもあのその打撃においては、あの山本選手は前田選手を超えたという見方もできますよね。今日の確かに回転といいますか、ラッシュ、これは早いものがありましたね。そうですね。ただやはりあの前田選手のその相手が打撃に来た時のそのタックですとか、そういったあの細かい部分のですね、あのテクニック、この部分でやはりあの前田選手にまだやはり山本選手は学ぶ部分があるんじゃないかと思います。はい、なるほどね。体重差、もっともっと山本はその辺を感じて大きくならなきゃいけないということももしかしたら感じてるかも。そうですね、やはりあのこれから体を作ることもやはり重要な課題になりますね。はい、はい、そして田中さん、はい、最後のラスト、どうですね。だからね、あの今熊子さん言われたようにね、あの山本技術よりもですね、やっぱり上半身とか体を作る練習ですね、というよりも今日の山本選手を見たらですね、前田晃が一歩逃げてる間に山本選手は10歩ずつ近づいてきてると、でまあ正直言ってね、あの登る日もあればね、落ちる日もあるという感じはしましたね。世の常ですからね、はい、でもいい形でそれが迎えられそうですね。何かね、そうですね、たくましいですね。まあ田中さんにしてはね、いたしかいしかもしれませんが、そんなことないです。そうですか、はい、やっぱりね、いつかはね、こういうような展開が来る日はやっぱり覚悟しながらやってきますからね。勝負事ですからね、はい、はい、そしてですね、本当に将来が楽しみなリングスなんですが、まあ、近い将来、そうですね、まあ、あの田中さん、はい、次の反対前田、これ一言お願いします。今日の調子見たらやっぱり半でしょう。おー、そうですか、はい、じゃあ熊本さん、僕はやはり半だと思いますね。あれ、はい、お二方とも、はい、そうですか、わかりました。まあ、リングスもね、いろいろとファンの皆様にご心配かけたこともありますけども、ね、ちょっとね、いろいろそういうことはあの、はい、本当に事実何もなかったということでね、事実大丈夫です、はい、あ、そうですか、なんでね、はい、あのとりあえず問題は武道館ですから、はい、わかりました、はい、次回決勝は来年の1月25日日本武道館で行われます。どうぞお楽しみに。それではこの辺で愛知県体育館よりお別れです。ごきげんよう、さよなら。悔しいっす、やっぱり前さ、自分の思った人でした。やっぱり強かったです。2回ぐらいですか、ダウンと2回ぐらいダウンと、そうですね、2回ぐらい、もう2回ダウンした時、あ、これいけるかなと思ったんですけど、もう、なんていうんですか、さすがもう20年格闘技やってることがありますね。もうすごく強かったです。でも今日なんか前さんがすごく学ぶものがいっぱいありましたね。あと一歩、なんかあと一歩がなんか自分に足りないと思うんですよ。でも俺あと新潟まで1週間しかないんですよ。僕も多分前さんも結構
ね、打撃食らってますので、ダメージは残ると思うんですよ。まあ、僕の方も、ちょっとアビアスケのダメージ食ったんですけど、まあ、お互い、新潟は、100万程度の状態ないですけど、なんですか、この試合で、なんか、あの前田さんでもなんか、隙があるんだなっていうか、崩せない壁じゃないと、今日思いました。これで決勝は半になったんですけどね、前田さんとしては半とナイマン、実際問題、どっちがやっぱり出てきてほしいっていうか、どっちだったら戦えるかと思ってました。これ実際問題、ちょっと膝の不安もあるんで、ええ、パンチ戦というかね、前回有明だった時なんかもう、隙がなかったんですよ、こっち取られたら。どうしようもなくて、もうなんかもう、ひしこいて、手と足のロック外しながら手に試合もつくっていうぐらいしかなかったんで、ああいうのでも何回もなんかね、ついてくると、もう、最後までこっちも手パンパンになってから、もう、切らなくなっちゃうんで、うん、体の展開は時間の問題ですよね。ちょっとなんか、そういったみたいな。嫌な方が出てきたって感じですかね。まあ、本当にあのアウトに踏ませないのこうやってね、こう、なんていうんですかね、右をうまく使ってるのが、本当、驚きましたよ。はい、ちょっとそれでなんかこう途中でなんかねちょっとゴム過ぎてから急にパタパタパタってなんかこうなんかプッツンしたんだけど、そういうのがあってもうちょっとなんかちょっとやったら決勝前の新潟でですね、山本戦がもう一つあるわけですけども、今日いや次しんどいですね、今日のこれ、ね、今日で自信つけてきちゃうというか、だいぶ自信じゃないですか、うん、ただキッズ出ないとなんか本当にエラーとも短期勝負かですね、ちょろちょろ変に追いかけていくのも短期勝負なんだけど、5分過ぎぐらいまでのあの突きを最後まで保つことができたら、もっとよくなりますよ。ファイティングネットワークリングスオランダ大会観戦ツアーのお知らせです。前田明がたった一人のリングス旗揚げにいち早く共鳴し、オランダ格闘技軍団を率いてリングスネットワークに参加したクリス・ドールマン。リングスオランダ大会はクリス・ドールマン選手の引退試合として95年2月19日日曜日、オランダアムステルダムにて開催されます。ワウワウ加入者の皆様にこのリングスオランダ大会観戦ツアーをご案内いたします。日程は95年2月17日金曜日出発、24日金曜日帰国です。アムステルダム3泊、パリ3泊の6泊8日、旅行代金は19万5000円、また便利なトラベルローンもご用意しています。お申し込み、お問い合わせは、東京03-3459-9472、日本旅行リングスツアーデスクまで、本日は夜8時まで受け付けています。ワウワウをご覧のリングスファンの皆様へ、プレゼントのお知らせです。リングス旗揚げから93年8月までの各大会の主な KO シーン、ダウンシーン、ギブアップシーン、ロープエスケープシーンを網羅した映像データベースビデオ、ベストオブリングスが来年1月21日に発売されます。ビデオは打撃技 KO 編と関節技ギブアップ編の2巻、また2巻を1枚に収めたレーザーディスクも同時発売されます。この KO 編またはギブアップ編のビデオどちらか1本を発売に先立ちましてそれぞれ10名様にプレゼントいたします。ご応募は完成ハガキでご覧の宛先までお寄せください。当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。12月26日の消印有効です。